インストラクター長崎県大村市森花屋森陽子さん、同じく花キューピッドインストラクター愛知県岡崎市花のデパート花徳加藤雄一郎さん、以上のお二人です。どうぞ拍手でお迎えください。よろしくお願いいたします。さて、それではお二人のプロフィールを簡単にご紹介させていただきましょう。向かって右側が愛知県岡崎市花のデパート花徳加藤雄一郎さんです。数々のコンテストで農林水産大臣賞をはじめ、いくつかの大臣賞や知事賞の入賞歴を持ち、講師としてイベントにも多数ご出演なさる、花よりも人間を見てもらいたいという花キューピッドのデモンストレーションには欠かせない名物フローリストでいらっしゃいます。はい、お話がとっても楽しいので、お楽しみにお付き合いいただければと思います。そしてお隣が長崎県大村市森花屋森陽子さんです。第17回ジャパンカップで優勝されまして、内閣総理大臣賞を受賞、九州青果賞団体連合会大会のコンテストで農林水産大臣賞を受賞されたほか、ハウステンボスで行われましたカーディナルガーデンコンテストのフラワーオブジェ部門でグランプリを獲得されるなど、数々の、受賞歴をお持ちのフローリストです。女性らしい繊細なデザインでファンを引きつける人気のフローリストでいらっしゃいます。さあ、それでは早速フラワーデモンストレーションに移ってまいりたいと思いますが、まずは先に加藤さんのデモンストレーションをお楽しみいただきたいと思います。15分間で1つの作品を仕上げていただきたいと思いますが、加藤さんが、デモンストレーションをしていただいている間には奥さんに、解説をお手伝いいただきたいと思います。では、今回のデモンストレーションの制作テーマなんですが、ビクトリーブーケとなります。花キューピッドでは1998年に開催されました長野オリンピックでメダリストが手にしましたビクトリーブーケの制作を担当いたしまして、合計800個以上のブーケを提供いたしました。喜びを爆発させる、そんな選手たちの表情とともに、長野県産のお花を使用しましたブーケが全世界に映し出されたというわけなんですね。これからも花キューピッドはお花の魅力を世界に向けて発信できるよう、さまざまな取り組みに挑戦してまいりたいと思います。今日はそのような取り組みの一環といたしまして、ビクトリーブーケをイメージした作品の制作にチャレンジしようというわけなんです。では加藤さん、そのビクトリーブーケ、はい、早速制作をお願いいたします。はい、わかりました。さあ、今日はたくさんの花材をお持ちいただいたようなんですが、はい、そうですね、はいはい、淡い色のカーネーションなんかも入っているようですね。ちょっとこうアンティークな感じで、すごい柔らかな色で、そうですね、素敵ですね。これはい、綺麗な色というんでしょうか。はい、ご覧いただけますか。加藤さん、今回はどんなインスピレーションが分かれました？インスピレーション、はい、ビクトリーブーケ作るにあたって、そうですね、本当に、ね、簡単に言うとビクトリーブーケっていうと難しいんですよ。はい、っていうのは昔長野のオリンピックの時にどういう風に作られたのか、そういうのを、ちょっと見てるので、はい、ものすごい長野の花屋さんの花キューピッドメンバーがもう夜な夜なこう作ってた。そこでどう考えるかというと、簡単に誰でもできるものの方がいいのかなと思うじゃないですか。なるほど。でもそんな、そういう考え方もあります。そういうものですと、はい、でもやっぱりせっかくね、今日お越しいただいた皆さんにお見せするにはやっぱりつまんないかなとも思うし、そこら辺ストレーションとしてね、兼ね合いがね。なるほど、さすがエンターテイナーの加藤さんでいらっしゃいますから。先ほど高校生の子たちがね、一生懸命やってて、はい、非常にすがすがしいっていうか、ピュアな、そうですね、お花を生けてる後にこんな僕でごめんなさい。ちょっとお客さんも減っちゃったんじゃないかなと思って。まあ、加藤さんのファンがもちろん絶対いないと思いますけど、間違いますが、大きく横に首を振る方はいらっしゃらないようなので発信してください。はい、皆さん味方ですよね。楽しみに見やられますから。そうですよね、はい、仕上がりを拝見したら、今僕これ入れてるのって、菊なんですね、これ菊の仲間で、はい、この
花なんですね。そうなんです。アナスタシア、まあ、グリーン色のこっちはまあシャブロックっていうんですけど、はい、まあ、あのやっぱり日本なんでどうしても単純に日本の花を使いたいなっていうのはやっぱり単純に思いますよね。あのそうですよね。ビクトリーブーケには招致も決まりましたし、やはり、はい、日本で開催されるこのオリンピックのビクトリーブーケというのをイメージしてくださっているのかもしれません、ね、そうですね、はい、日本でのならではの、そして加藤さんならではのビクトリーブーケ、ポイントはどんなところにあるんでしょうね。花材もいろいろ、カーネーションと菊のお花、そしてあの黄色い小さな山吹、こちらは、はい、ファイナルでも使われました山吹なんですね。そうですね、春らしい可愛らしいお花ですね。そして手前にはこの枝元の椿ですね。椿の花びらなんですね。古来のお花で作ってらっしゃるんですね。もしあのオリンピック の、 あの、はい、ビクトリーブーケって、はい、最初月桂樹の王冠から始まって、はいはい、それから、うん、この前のソチではあのハーブを中心としたブーケだったんですけど、この前のロンドンではバラを中心とした英国国家で花あるものを作ってあるので、まあ、日本であるとすればやっぱりイメージとしては効くかなというところですよね。なるほど。バラの先ほどのねイルボーのテクニックでも高校生たちが教えてくださいましたけれども、でもあのヨーロッパからやってきたお花だったり日本のお花だったりこうミックスしてしまうことでまた面白い表現ができるものなんですね。日本のお花とあの輸入したお花と結構あのいいバランスで組み合わせていいデザインができます。あのはい、もう一つね、カーネーション入れてる理由ちょっと一つあって、はい、これ見ていただいて分かりますよね。こうビラビラしてますよね、花びらが、はい、でこれがこう重なると痛々しいんですよね。あ、はい、そうするとカーネーションを間に入れることでちょっと離して、あ、なるほど、まあ、ちょっとあのクッシカーネーションね、言い方悪いですクッションにしてのような花、菊の花びらが喧嘩しないよ。なるほど。一応考えてる。見た目に一応ってインストラクターでいらっしゃいます。全国各地回られたりもされるんでしょうか。加藤さんもお忙しいと思いますが。そうですね。あちこちで講演をされたり。まあそうですね。あの僕あの本当にいろいろと呼んでいただいて、はい、花キューピッドってみんな横のつながりで全部仲が。そうなんですってね、あのインストラクター同士でもそうですね、はい、森さんと加藤さんも年に一度ぐらいは、そうですね、年に一度か二度かこういった大会の時とか、そうですね、多い時なんかもう毎月ぐらいね、あったんですね。で、お互いのそういった感性なんかをこうそうです、刺激し合って、あ、可愛らしい人ですよ、どっちが年上だと思いますか。それ難しい質問をこんなステージ上にされるんですか。難しくないですか。難しいですかね。あのインストラクターとしてはどちらが先輩ですか。森さんが僕10年くらい、じゃあ私はちょっとだけ少しだけ、はい、かもしれないですね。またちょっと面白い資材が出てきましたね。こちらは、はい、まあ、正直言いますと僕は本当に菊とかで普通にふわっとこう優しい花を束ねようかなと思ったんです、はい、ただまあやっぱりどうしてもテーマがビクトリーブーケ、ビクトリーブーケ、オリンピックということですので何かちょっとやっぱり関連付けなければと慌てまして、はい、で、あちらの石材を売ってる業者さんが見えるんですけど、これ松村工芸さんというところで、なんかこれなんかね、なんだろう、木みたいななんか素材なんです。そうですね、割とこう硬さがあるんですね。ありますね。ピンって長いのがあったので、はい、あ、これ面白いねということで、それをまあ丸めて、丸めて、
いろんなこうアイディアが浮かんでくるんですね。そういえば先ほど作っていらっしゃいましたよね。そうです、はい、そうなんですよね。先ほど の, あのファイナルでも10名の選手の方に60分の間に、ディスプレイを施していただいたんですが、瞬間に言ったこのテーマがすぐにこうインスピレーションとして出てきて、まあ、日々のトレーニングだとは思うんですが、すごいですよね、いえいえ、あの大会でたくさん入賞歴をお持ちのお二方でいらっしゃいますから、結局そうですよね、あのサプライズであの寸前までどんな取材が出るかとか、はい、どんなお花が用意されてるかとか分からないっていうことは、はい、私たちはあのプロリストなのでお客様が来られてどんな花で、どんなデザインでしてほしいってその場で、言ってくださることをその場でお作りしないといけないので、そうですよね、それを20分も30分もかけてお作りするのではなくて、真っ白にあのお作りして差し上げるという感じみたいなのがからですね、日頃からもうそういったトレーニングが選手としてされているということなんですよね。あの年に数回しかお会いしないこの加藤さん、はい、今日あの初めてお会いさせていただいたんですが、とても楽しい方で、あの森さんから見てどんな方でいらっしゃるんですか、インストラクターさんでいらっしゃるんですか。はい、クッションみたいな感じですかね。クッションみたいな、なんかとっても柔らかくて一緒にいて居心地が良くて楽しくって、はい、そうですよね。クッションって言われたもんね。そうですか。お腹が、お腹周りが今回のこの聞くと聞くの間のカネの姿、そうですよね。だからこういった資材をどういうふうに使うのかなって思ってたら、まさかこう輪っかにしてね、あの構成されるとは私もびっくりして、1本のこの木のような素材を丸めてというアイデア、本当に面白いですよね。またそこからの山吹を通すのを表現、そうです、まあ、山吹を入れたのは、今赤い丸で先ほどの資材のやつを入れたんですけど、どうしてもこれが硬いというか花束自体馴染みにくいので、はい、山吹でかぶせて上に入れることで、まあ、一つの花束として馴染みやすいように山吹でつなげてるんですかね。この絶妙なコンビネーションとちょっと周囲に浮かぶバランスなんだけど、はい、やはりあの昨日からすごく感じてるんですが、フローリストの皆さんってこうやっぱり全てのこうバランスを俯瞰してご覧になられる方がほとんどなので、血がお上手だったりしますよね。ほとんどの方がねあのバランス感覚が素晴らしいなというふうに思ったんですけれども、本当に機会があったら皆さんもぜひ書もともに出していただけたらとても素敵なんじゃないかなと思ったりしますけど、そして今巻きつけてくださっているのがこれ椿ですね。こちらもこんな淡い色があるんですね。やっぱりあの最後に、はい、こう花束を作って下にバーンとグリーンを入れると花束自体が閉まるので、それで何か普通のね洋服の葉っぱとか入れてもいいんですけど、まあ、どうせ着るとかね、そういうふうにこだわっていくなら最後まで椿2本なんですね。そうですね、日本のテイストをどちらそっちに上手に使ってらっしゃいますし、そうですね、他に素材を結束の部分に当てるっていうのは、結ばないといけないので、柔らかいお花とか繊細なお花を傷つけないようにほぐすようなバラクもあるんです。なるほど、残り5分を切っているようなんですが、とっても今日は丁寧に作っていただいているようですね。本当はもっと早いんですよ。はい、今日お話しいただきながら、あの人柄の大切のクッションを、はい、森さんからご覧いただいてね、
クションのような柔らかい存在だという、ちょっと照れてしまったんでしょうそうね、あの、すごくしっかりした男性らしい方なんですけど、あのすごいお花の扱い方をすごく繊細でらして、本当ですね、すごく丁寧ですね。あの今回のファイナリストの10名の皆さんも全員が男性だったんですけれども、案外男性の方の方がすごく繊細なね、あのそうですね、利用でこれ実際、細かいところもすごいこう細かい作業も綺麗にされる方が多いですよね。あと森さんはすごい大雑把なんですよ割と大ぶりなものがそうですね、まあ、体ちっちゃいので大きいのに当てて大きいの作るのが多いんですけどねこんなのが楽しみだったりしますけれども、さあ今結束をしていただいているところですね。これはやはり麻ひもなど、そうですね、麻ひもが自然素材の紐が、あの植物に優しいので、あ結構植物に優しいので、ね、しっかり、しっかりとこう滑りを決められるわけですね、はい、でも割としっかりとした茎を向きを確実に保ちながら結束する、そうですね、結構力が入れて力が出ますよね、握力も相当必要じゃないかなと思いますけれども、もう僕大きい花束とか作ってるからここにタコが出ちゃう、そうですよね、しっかりと握ってなきゃいけない、またバラなんか使用した場合もね、骨なんかもありますし、はい、それで、それで輪っかを5個、はい、5人、なるほど、5人を表現してくださいました。あー、なるほど、これで輪っか関連をね、やっぱりつけようと思うと、そういう形しますね。ここも隠していく、いや、あの、ですよね、花瓶がね、ちょっと、はい、ちょっとあの、調子づいちゃって、調子づいちゃって、花多く入れすぎちゃってで、すごい、はい、ボリュームがあって押さえましょうか、共同で割れちゃうんじゃないかって、さすが佐藤さんはとってもエンターテイナーでサービス精神旺盛な方でいらっしゃるのでたくさん花材を使っていただいているので予定よりも、ね、多く使っちゃった、これで、まあ、こんな感じで完成です。差し支えてます、素晴らしいですね、この短時間であっという間にビクトリーブーケが来ました、はい、今五輪をイメージしてくださったということですが、他にも何かポイントがございましたらぜひ教えてください。どんな方に差し上げたい？いや、あのオリンピック優勝した人、優勝した方、メダリスト。今回はでもね、あの今回の東京オリンピックではやっぱりメダルだけじゃないっていうところも ね、ありましたが、参加してくださった方にね、本当にね、あのなんていうかな、まあ、ダリアも使ってるんですけど、ダリアも菊の仲間で、はい、菊って皆さん本当に日本ってどうしてもお供えのイメージがあるんですけど、ものすごいいいんですよ、菊って、あの素敵なんですよ、趣があるし、はい、そういう意味ではあのぜひね、こういう洒落た菊もいっぱい出てますから、そういうので束ねたら、これからどん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 僕らも進めていきたいなと思います。なるほど、ありがとうございました、はい、素晴らしい作品を作っていただきました。さあ続きましては森さんのデモンストレーションに移っていただきたいと思います、はい、では加藤さんにはお手伝いをいただきまして、あ今回の花材は白で統一されているですね、はい、白とグリーンで、白とグリーンで出してくださいました。あの女性らしい色合いというか、はい、そうですよね、あの女性ならではの繊細なというふうに申し上げたかったんですが、先ほどお伺いすると森さんって割とダイナミックな、そうなんですよね、本当はこんな繊細な色合いとか、あの本当は好きなんですけど、あまり使うことは少ないんですけど、今日はあの、頑張ったあの料理をした方に対しての、もう初心を忘れずに真っ白な気持ちをまたあの自分色に染めていってほしいなみたいな、の思いを込めての、またあの花材が面白いですね、こちらもお花
てるんでしょうか。土台、はい、土台ですが、あ、これですか。はい、これはあのアイスランドモスって言って苔をあのプリザーブド加工した苔なんですね。苔を、プリザーブド加工なんてことですね、それ。そうですね。だからこの苔もあの色があのちょっと濃ゆいのから薄いのまで3色か4色ぐらいあるんですね。あの画面じゃ見えないかもしれないんですけども、あの、キラ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 光ってるんですね。そうなんですね。こうラメのようなものが施されているようですが、これもまたおしゃれですね。あの先ほど裏で一粒一粒貼ってましたよ。あ、そうなんですか。スタンホールのような石なんでしょうか。ね、なんですかね。これあのちょっとガラスなんですけど、ちょっとダイヤモンドにカットしたの、カットされたような、ちょっとキラキラ感がちょっと欲しいなと思って。そういうところがやっぱり可愛らしいですよね。そうですね。なかなか男とかね、男性ではそういうキラキラ系を使うとは。そうなんですか。あ、でも一つ一つこう貼り付けてというか、あの女性はやっぱりデコレーションがね、そういうものがとても好きですからね。はい、手にしたいと思われる方もたくさんいらっしゃると思いますが、先ほどもお伺いしましたけど、今度は加藤さんにからご覧になって、はい、森さんってどんな方でいらっしゃいますか。可愛らしい方だと思います。はい、もう見たまま、あの可愛らしい方で、より年下でしたけど、あ、そうですね、はい、2つくらい下でしたけど、僕は今42なので、あ、じゃあ40で、随分具体的な数字が出てきてしまいましたけれども本当にね、でもね、まあ、女性なんてあんまり年齢のこと言うと後で裏で本当に手が出るので、あの手を出してくるんですけどお年齢いっちゃっていいですか。いっちゃっていいですよ、全然。58なんですよ。え、あんまりびっくりしないですけどね。えって声が出ましたよ、会場から。あ、ありがとうございます。若いですよね。あ、あの僕の知っている58歳の中で一番綺麗です。あ、私が知っている中でも一番美しいです。やっぱりね、はい、あ、そうなんですか。憧れに、やっぱお花にずっと触れて感性を磨いて、毎日こうインスピレーションを感じて表現してって、やっぱり素晴らしいことなんですね。もともとやっぱりもう可愛らしい人間性というかね、それも慣れてるんでしょうけども、はい、本当に冗談の時に若いな、あ、花の教会の人で男性もそうですけど、比較的若く見える人が多いんです。そうですよね、はい、まあ、花に囲まれて気がいいんだよ、流れとか。本当にそう思います。お家の中にこう買ってきた切り花でもね、あの飾ってるとちょっと気持ちが違ったりしますよね。あの、まあ、当然ね、花屋さんってお酒飲んだりとか食べ物飲んだりとかたくさんいるんですけども、はい、共通して言えるのが比較的みんな長生きですそうなんですか。本当に、うん、みんな不摂生してる割には長生き。多分花にいつも囲まれて、花のそういうなんかね、いろんな効能と効果っていうか、気があったりパワーをもらえたりするでしょうね。お花に触れるって本当に人にとって必要なことなのかもしれませんね。まあ、本当にそうであってほしいなと思いますし、はい、そう感じてもらいたいですよね、皆さん。でも今日ご来場いただきましたお客様もほとんどの方がお花が生活に密着した方々なんじゃないかなと思っているんですが、確かにこの会場に来てるって花が嫌いな人はあんまりいないんですよね。ちょっと苦手ねって方はそうそうね、足を運びいただけなかったかもしれませんので。花のイベントですもんね。そうですよねはい、じゃあもう今日は存分にご覧になったり、ね、いい気をもらっていただいて、もう会場に入った瞬間からね、になりますよね。あれですか、皆さん、あの会場パッと入ると花の匂いとか香りとかしますか。あんまりしない。しないですよね、広すぎちゃってそうですあのね、はい、よく、まあ、お客さんとか僕の知り合いとかうちの店来るじゃないですか、花の匂いがすごいって言うんですよ。まあ、もちろん花がいっぱいあるから、でも、僕らと毎日なんで全然感じないんですよ。もう感じなくなってしまって、私は入った途端にお花の香りでいっぱいになりましたけどね。
はい、あれがやっぱりどうしても毎日やってるんだけどね、もう毎日のものなんで。でもこの自然の香りっていうのは本当に作られたものとは違って、ね、いいものですよね。この香りもヒーリング効果でこう長い秘訣の一つなのかもしれませんよね、はい、わざわざこうアロマを焚いたりする世の中ですから。そうですね、毎日囲まれるって。今からフローリスト目指そうかしら。まだ間に合います。間に合いますか、はい、修行に。いや、あの、はい、言いますよ、ずっとあの、ね、あのサラリーマンさんやられて、まあ、やめた花を、はい、ただ比較的早く仕入れさえすれば花屋さんはやれるので、ぜひね、そうやって花が好きな、今日ね、会場をお越しいただいた方もそういった夢をひょっとしたらお持ちの方もいらっしゃるかもしれません、ね、いいと思います。あ、またなんかキラキラのこれも作られた。あ、そうですね、これあの東京堂さんで、あの今日あのトレードフェアでも出して出したんですけども、こちらから提供していただいたんですけど、こちらのリボンとしてもあのプリザブドの商品の中にちょっとこうセットとして使ってもいいかなっていうのが、とてもあの使い勝手が入っています。もうまるでこうアクセサリーのようですよね。お花の中に私があの金メダルと銀メダルのご褒美がちょっと。なるほど。発想が可愛いですね。本当ですね。分けてほしい。可愛いです。素敵な五輪を咲かせていただきましたよ。ありがとうございます。はい。やはりこう女性ならではの表現方法だったりもするんでしょうね。これは。いいでしょう。お願いします。タケノコのような。そう言っちゃいけないですか。こうやって持ったんだけど、これ見よう。多分こうですよね。そうですよね。あ、はい、あのあれですね、出来上がりがあの聖火ランナーの持ってらっしゃる聖火に向けてようかなと思って、ちょっと急遽昨日はい、作っていただいたわけなんですね。こういった形はあの中手っていうんですけども、はい、そういった器がちょっとなかったので、昨日あのちょっと、急遽ネタバラシなんですけど、クリアファイルでちょっと筒状に作って。クリアファイル。あ、クリアファイルを使用した。深さがある程度でしなる。そうですね。なるほど。何が材料になるか分かりませんね。はい。いろんなあの材料を、あの、まあ、アイデアで作れるので。そうですね。その発想力っていうのがやはりフローリストの皆さん、ね、素晴らしいですよね。でもね、あれですよ、まあ、何でもかんでも言っちゃいますけども、あの作品がいっぱいね、素敵な作品今日並んでますけども、はい、この土台は何でできてるんだろうなと思って、よく見ると段ボールだったりとか、あの肉厚もするために新聞紙詰めてるものだったりとか、本当にね、花屋さんっていうのはあらゆるものを、身近なものまですごい、あの僕の友達、建築系の子がいるんですけど、こういう大会に連れてきて見せると、まあちょっとその、なんていうか、発想力が、建築家の方々はどうしてももうこうじゃないとダメだっていうのがあるんで、花屋さんは別にこうすればこうなるっていう、なんかこうダメな概念がないから。なるほど。結果こんな形、この形状を作れるのであれば、はい、何を使用してもいいじゃないかっていう。あ、この自由な発想力、いろんな表現ができるという楽しみもあるわけなんですね。すごいですよね。花屋さんの仕事じゃないですよね、あの辺の建物。そうですよね。あ、これを中に、なるほど。このビッグトリッチ、初めからこういうお花があったかのような、ね、自然なのに一つ一つが繊細。最初に持ってたあの、モコモコのモスで、はい、丸く作ったっていうプリザーブが、まあ、僕正直言うけどちょっと太いな、太めだなと思ってたんですよ、でも今あそこにあのボリュームで花が入ってくるとちょうどいいバランスですね、はい、そうですね。ちゃんと考えて、ね、やっぱり作られてるんですね。素晴らしい。この成果見事完成いたしました。あの球形のものとあの円形のものはあの永遠を表すっていうことで、人のつながりとかいろんなことが永遠につながりますようにということで、幸せなことがずっと続きますようにという思いを込めて作りました。わけなんですね。
はい、ありがとうございました。見事完成いたしましたね。さあ、そしてまだ時間も、時間ですよね。はい、大丈夫ですよね。非常にあの永遠とかなんか奥の深い本当ですね。ちょっとそんなこと言われて恥ずかしくなっちゃう。どうしてですか？どうしてですか？昨日ね、あの、はい、休んでてちょっと夢を見たんですよね。で、あの、私結構あの妄想にふけることがあって、妄想にふける、ね、妄想にふけるはい、あの、自分がもしビクトリーブーケを作るだったらどういうのを作ろうかなとか、はい、今日今あのこちらで作ったのは本当イメージ的なあの発想でお作りしたんですけど、実際あの選手の方が登壇された時に、はい、あの渡すんだったらこういうものもいいかなと思って、あれですね、より現実的なビクトリーブーケ、現実的なステージ上のそれは無視して、そうですね。ということは、アフターカレーの制作を今してくださってるんですね。皆さんも、やっぱりあの日本、日本の特徴を生かすっていうと、やっぱり、まあ、あの菊を連想するんですけども、こういった球場の馬もあのお祝い事でもあのそういったものが結構できるんですよね。日本バブって言うんですよね。昨日ちょうど家財で使用していただいたときにご紹介の際に覚えたんですけれども、はい、5分ほどということですが、はい、これがまた可愛い形なんですよね。お色味って今黄色を使用してくださっていますが、他に加藤さんどんな色があるんですか？結構マブですか、もう本当に今いろいろな色が出てきてるので、もちろん白とか白もあって、赤というかピンクというか、あ、もう割と淡いお色もあったりとか、ね、グリーンだったりとか、グリーンもあるんですね。なるほどね。これも柔らかい表現の一つになりますよね。結構あの丸い形が多いんですけども、私はあのフレームを使ってあの扇形にしてみようかなと思った。今回ね、このフレームもワイヤーでお作りいただいているでしょうか。はい、さっき裏でちょろちょろって作ってましたね。そうですね、夢見たのかっていいですね、こう今朝夢で見たあの風景を再現しようっていうあのイメージのフレームアーティストです。実際にあの森さんもジャパンカップで優勝の経験を持ちでいらっしゃるわけですが、選手の皆さんのお気持ちも人一倍よくお分かりなんじゃないですか。もうあのいつかはこうファイナルのステージに立ちたいという思いが一心で、もうあのコンテストのことを考えるとね、もういろいろ勇気が湧いたりとか、もう、ね、いろんなことを乗り越えて逆に来たので、結構支えになった大会ですね。で、あの最初にそのこういったジャパンカップに挑戦してみようかなと思ったきっかけが、はい、あのフィギュアスケートで、はい、あのエキシビジョンを見てて、すごい綺麗だなと思って、でいつか私もそのね、あの屋さんの前でこういうことができたらいいなっていう、そういった単純な発想からあのコンテストをすごい憧れたんですよね。なんか素敵ですよね、その感覚が。やはりあのフィギュアのエキシビジョンってとってもこう緊張から放たれた、ね、あのスケーターの皆さんが、そうですね、表現豊かにね、普段見られないような表現してくださって、全然関係ない話ですけど、あのエキシビジョンのこの1個見てて思うんですけど、はい、エキシビジョンだとあんま3回転やっても倒れないもんね。不思議ですね、やはり緊張から解き放つ、でもフロリストの皆さんはそういうわけではないですね。コンテストになった途端にこう緊張していつもの力が発揮できない、もちろんそういう時もあるありえますが、今日の選手の皆さんどうだったんでしょうか ね、 うね、はい、10名の皆さんとってもあの楽しみながらあの作業していたように
お見受けしましたけど、やっぱり僕らも花を生けてて、ワクワク楽しんでやってる時って、花ものびのび綺麗に出来上がる。なるほど。触るんでしょうね。大丈夫かな、不安だなってやってると、やっぱり残念な結果になってることが多いので、なるほど、気持ちでやっぱり形が変わってくるのは大いにありえますよね。やっぱりこう生きている者同士の疎通がどこかであるのかもしれないですね。あと1分ほどになってしまうかもしれませんが、大丈夫かもしれませんね。はい、で、あとはこの葉も、そうですね、これはドラセナっていうのを、はい、丸くドラセナで決めて、こちら結束部分を保護するためのものですね。先ほど加藤さんがやってくださったような状態なんですね。はい、あちらの花束のファイナルの作品も大体みんな綺麗に裏がやってあると思います。そうですね、これもやはり季節の一つということなんですよね。はい、着々と2つ目の、ね、今日は本当にお客様も、ね、そうなんです、10分あっという間にこのビクトリーブーケが2つ仕上がるわけですが、ちょっと欲張っちゃいましたね。もう夢に出たところを再現して、はい、本当にあの今日お越しいただいたお客様、約束ですね、はい、この2つをあの作っていただいたというわけなんで、とてもなるほど。そしてこちらもあの細長いえ、タブタブのバランスも考えてください、ということなんですね。椅子の分量なんかも考えたりされるんですよね。ね、そうなんです。で、あの、まあ、ガラスの場合は、はい、見える、見えてしまいます、まあ、あの、大事なんです。結構特に乾燥してると、はい、水が抜けるのが早いんですよ。立ち並んでる作品でも、これからの試験監督も中間ぐらいで立ってるとか、なるほど、季節によっても、で、花によってすごく蒸発が早い花もあります。なるほど、吸い込みが早いものも、いいものもあるわけなんですね。はい、さあ、というわけで、森さん、2つ目のお待たせしました。素晴らしい、あ、出来上がりました。出来上がりました。最後に一言、あの、このポイントを、はい、そうですね、ポイントとしてはあの、はい、横に一列に並んだ扇形で5人で、あ、5人、なるほど、5人 の, あのオリンピックのマークを意識して作ってみました。今日はあの黄色の一色でお作りしたんですけども、あの白 の, あの色違いで、お見せしてもいいかなと思いましたが、ちょっとオレンジと黄色のコントラストが可愛いので、そうですね、小ぶりなんですが、とってもダイナミックな仕上がりのようにお見受けいたします。というわけで、お二方参加いただきました、素敵な作品を作っていただきました、お二人にもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。本日のインストラクター加藤雄一郎さん、森岡さんによりますフラワーデモンストレーションをお楽しみいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。